こんにちは、ボンです。今回は指宿の玉手箱に乗ってきた動画です。よかったら最後まで見ていただけたら嬉しいです。ここです、指宿駅。お願いします。はい、ありがとうございます。まもなく列車が参ります。指宿の玉手箱は鹿児島中央駅から指宿間を毎日3往復する観光列車です。指宿は竜宮伝説の発祥の地とも言われており、独特な白と黒の半々カラーは黒髪だった浦島太郎が玉手箱を開けて白髪になったことをイメージしています。海がめちゃめちゃ綺麗です。白の車体、白の車体、白の車体、白の車体。揺れる揺れる。おお。美味しい。めっちゃ美味しそうやな。黒豚ロースカツサンドやから、卵の方も鹿児島の卵ですよ、はい、これ一つで鹿児島してます。あー、揺れて全然取れません。やけど完全なシンメトリーじゃないのもいいよな。指宿の玉手箱、通称イブ玉は鹿児島中央駅から指宿まで 45.7km を約52分で運行します。動画を見てわかるようにかなり揺れますので、乗り物酔いする方は事前に酔い止め薬を飲んでおくことをお勧めします。
にこういうね言葉のサービスっていうのがあります。普段ね言葉にして言えないことを書いてあの玉手箱に入れておくと伝わるよっていうお話です。うわっ、わっ2回目2回目これ昨日持ってるんです。ジージーありがとうって書いてある。ちなみになんですけど、あと15秒ぐらいで外の学校が見えてきます。え、違う？できた来た来た。え、どこ？あれです。原田学園。これがトトの高校です。ほんまで？これこれこれ。そうそうそう。わかんない。編集中のボンです。指宿から鹿児島中央駅に行くっていう動画がね今流れてるかと思います。あれ前回の予告では鹿児島中央駅から指宿へ行くんじゃないのってね、おやおやおや、はいそうです、鹿児島中央発指宿駅の動画をね撮り終わって確認したところ、音声がとんでもなく乱れており使い物にならないということにね気づいたんです。もうこれは動画にできないなーって思って、もう最悪音声全部切ってフルアフレコで行こうかなーって思ったんですけども、視聴者の皆様に指宿の玉手箱の良さをねやっぱり伝えたいと思ってもう一回乗りました。帰りも指宿の玉手箱の列車を取り直して乗ってきましたっていうのが今流れてた部分です。すごくね揺れる電車だったので、どうしてもね雑音がすごく入ってしまって、 iPhone で撮るにはやっぱりちょっとね限界があったので、今見ていただいた動画も聞き取りづらい部分があったかと思います。もう大変申し訳ございません。で、もうせっかくね、やっぱり乗ったので、全部お蔵入りにするのは心苦しかったので、今から流すのは、息明けのちょっと失敗した動画となっております。BGM 代わりとして視聴していただけたらなと思います。大変申し訳ございませんが。では、後半、スタート。これ。よし、じゃあ行こう。こうちゃん、気分見して。これ玉手箱。玉手箱っていう名前自体も面白いんですけど、竜宮伝説をモチーフにした列車なので、浦島太郎が玉手箱を開けた時に黒髪やったのに真っ白なおじいさんの白髪になったっていうことがモチーフになって真っ二つに色が分かれてる。ずっとね海側を走っていく列車なんですけど、海側が白、山側が黒となっております。見てね。
じゃあ玉手箱に、ね、せーの、イブスギへやってきました。玉手箱に乗ってね、イブスギ来たよ。短い区間なんですけれども、とてもいい思い出ができるので、イブスギに来られる際はぜひ玉手箱に乗ってみてください。じゃあこれからも子供と行けるスポットや面白い列車に乗っていきますので、チャンネル登録、評価、コメントよろしくお願いします。ボンジューブの方もよろしくお願いします。じゃあ次の動画まで、またね。ガー感じ。本当にね、白と黒はっきり真っ二つに分かれています。